カーズラジオ夏子のせ。カズにちは、カーズです。どうも、桑谷夏子です。この番組はネット界隈で話題になっているニュースをはじめ、最近のアニメ、ゲーム、漫画情報をニュースサイト管理人カーズ目線でお伝えしていく番組です。はい、はい。前回タイトル変わってましたが、今回直っているんでしょうかって感じなんですけども。あ、変わったんだ。変わってますね。やったね。夏子らしいの変わるなってますね。本当変えてくれたんだ。そうですね、やっぱり石毛さんパワーすごかったということで。さすがだね。さすがですね、うん。前回ですね、あの石毛沢さんにはですね、萌えキャラのコーナーまでやっていただきましてですね、あの紅のベニカさんにですね、満足をやらせるというですね、これいいのかなとかね、思いました。完璧でしたね。でも素晴らしい、やっぱプロでしたね。そうですね。ちゃんと満足になってましたということで、可愛かったよね、満足。あ、そうですね、本当あのままキャラクター化してほしいぐらいなんですけど。はい。でですね、ちなみにこのラジオなんですけども、言い忘れたことがあります。何でしょう。実はですね、この番組は8週間で聞けなくなります。あ、なんかね、配信期間が。そう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 、うん、そう、桑谷さんのブログでしか書いてないことなんですけど、そう、これていうかね、そうなの、本番始まる前にそういう雑談をしてて、私思い出してブログに書いたんだけど、よく考えたら公式でちゃんと発表してなかったなっていう。公式でも俺のサイトでも発表してなくて、ね、そう、してなかったから、まあ言っとくみたいな。そうそう、とりあえず今言っとこうかなって感じなんで、はいはい、8週間で聞けなくなりますんでですね。そうですね、まだ聞いてない回がある方は、まあ、今のうちに聞いておいていただければ。はい、はい、そんな感じで、それではカーズラジオ夏子のせスタート。カーズラジオ夏子のせ。それでは早速コーナーに行きたいと思います。桑谷さん、お願いします。カーズアイ。このコーナーでは最近僕が気になったニュースを中心に、その経緯や今後の動向について話していきたいと思います。それではトピック紹介をお願いします。選ばれたのは作者のセリフ。今年発売予定の PS2 用ゲーム、ゼロの使い魔、迷子のピリオドとイクセンのシンフォニー。この公式ページで日常ツンデレ会話を募集したところ、作者の山口昇先生が投稿し、6月6日に発表された中間結果では優秀なセリフだと評されました。ニコニコ動画からデビュー。ニコニコ動画に投稿した作品が注目され、インディーズレーベルから CD デビューしたドリコさん。6月11日に発売されたシングル夕日坂と歌に形はないけれどは、それぞれデイリーランキングで21位と25位を獲得し、大きな話題になっています。ということで、今回はこの2つについて紹介したいと思います。はい、はい、まず最初なんですけども、作者のセリフ、どんなセリフが選ばれたのかなんですけども、ちょっと読んでみますね。はい、僕が、はい、隣にセクシーな女性が座り、ルイズが上着を脱いで一言、あ、暑いから脱いだだけよちゃんとエコーがかかってちゃんとエコーがかかってるしあ、きついですね、すいませんでしたまあこんな具合の、え、今のさ、精一杯、もうちょっとさ、セリフっぽくちょっとやってみてよ。桑谷さんのこのエスケがもう一回やりますか。じゃあ、はい、はい、じゃあテイク2いきますね。いいよ、3、2、1、9。あ、暑いから脱いだだけよ。おお、おおじゃないまあまあもうこれこんな感じでやめてほしいんですけども、はい、そんな感じでですね、ゼロの使い魔のゲームに関して、セリフを募集したら、原作者の方が普通に一般公募してきて、それが優秀作品として発表されたって話なんですね、これ。でもこういうなんかちゃめっ気は面白いなって感じしますよね。この山口昇先生というのは、もともと美少女ゲームの方でですね、代表作がですね、カナリアとかのグリーングリーンっていうアニメ化したものも手掛けているゲームのクリエイターの方なんですよ。そうなんだ。はい、その方がいわゆるライトノベルを、書かれてゼロの使い魔が大ヒットしてるということなんで、すごいね。じゃあさ、全てのノウハウを知って小説を書かれてるっていう感じもあるかも ね、この萌えのツボと言いますか ね、ツボを知ってるから、どうすればみんながなんかこうキュンとくるんだろうみたいな、ね、そうまさにこのね、ルイズのセリフは本当に僕が言ったから全く思いませんでしたけど、普通だったらこうキュンキュンくるようなセリフね。私さ、あんまりちょっとよく分かってないんだけどさ、はい、これはセクシーな女性が隣に座っちゃったから対抗しようと抜いたってことなんだよね。そうですね、いわゆる主人公というか、このプレイヤーの自分、そうか、セクシーな、ね、あの女性から目をこう、自分に戻す、
分に戻すために上着を脱いで、上着を脱ぐんだけど、そうそう素直になれずってことか、素直になれずツンデレで暑いから脱いだだけよと。素晴らしいですね。さすがですね。そうなんですよ、うん、でですね、まあ、でもですね、この美少女ゲームのライターさんがこのライトノベルの小説を書かれるという芸が最近すごい増えてまして、あ、そうなんだ、はい、あの田中ロミオ先生ですとか、うん、あれですね、桜庭和樹先生は確か直木賞受賞されてる方なんですよ。もともとまさにあのギャルゲーのライターの方で、うん、代表僕が遊んだのはですね、イブのザ・ロストワンというゲームをですね、あれなんですよ、ディレクターが大きくなずいてますが、ごめん私ポカーンってしてるんですけど、ごめんね、うん、そうなんです。そういうあのゲームのライターさんが、うん、その小説を書かれて、うん、非常にヒットしているという流れが今あって、すごいね、小説とさライターってなんか違うような気がするんだけどね、うん、あでも書かせたらかやっぱり書けるもんなんだね、小説って。そうですね、でも小説とその原稿というか台本というか脚本はまた別だとは、うん、違うじゃん。そうですよね、いや私は違うと思ってるんだけど、違うスキルだと思うんですけど、思うけど、でで、それでも直木賞とか取っちゃうんでしょ。取っちゃうぐらいなんで、すごいよね、いやだからもともと文才があるんでしょうね、やっぱり。そうですね、うん、そういう方だと思うんですけども、すごい。ぶっちゃけどうしてこういう流れになってるのかと言いますと、うん、ゲームというのはゲームを作っても版権はゲーム会社にあるんですよ、うん、はいはいはい。ですけども小説は書けば印税が入るじゃないですか。あ、自分にね、はい、直接、はいはいはい、当たった時に直接やっぱ自分の成果として、うん、まあ、あとさ、自分完全な自分の作品だもんね、うん、もうだってさ、うん、その作者しかいないじゃん。そうですね、まさに、うん、あのまあ挿絵をね書かれる方もいらっしゃいますけども、うん、いますけど、基本的にはあのゲームは大人数で作るものに対しては、そうね、大人数でね、グループで作るっていう感じはしますけど、そうですね、そのあたりかなりその流れになってきてるのかな。やりがいがあるのかもね、小説の方が。だから、ね、自分でやって自分の作品ってこう言える、そう、うん、代表作って言えるって感じなんですけども、ね、うん、多分そういう流れもあってってことだと思うんですが、はいはい、2番目いきますね、うん、ニコニコ動画からデビューということで、こちらのドリコさんがですね、インディーズレーベルから出されてですね、うん、ランキングで21位と25位ってすごくないですか。これすごいね、これ本当にすごいと思いますよ私ね、うん、オリコンで言うと左ページ、これは、うん、でももう絶対そうですよ、 50からは全部、ね、うん、左ページの、しかも真ん中から上みたいな感じね、全然これ本当すごいよ。すごいですよね、うん、昔って音楽をやろうと思った時に、うん、例えばこの路上でライブをやったりとかするじゃないですか、はい、はいはいはい、そういうところから声をかけられてデビューってあったと思うんですけども、うん、新しい流れとしてニコニコ動画が発表の場になっているっていうのは面白い流れですね。だからさ、企業っていうかさ、うん、そういう人たちも結局そういうニコニコ動画とかでいろいろね、目をつけてたりするってことでしょ。 そうですね、それはちゃんと目の光る人はちゃんとそこをチェックしてると、うん、いろんなところもねチェックしてるってことですよね、うん、そしてこうやって成功してるということと、うん、ニコニコ動画で聞けるんですよ、うん、ですけどやっぱりいいものに関してはみんなお金出して買うなと思って、うんうん、ネットで一応フルコーラスは聞けるんですよ、うんうん、にもかかわらず、うん、やっぱり皆さんね、うん、お金を出してってあれですけども、うん、ちゃんと購入して形としてこの手元にね置いておくというのはやっぱりさすがなと思いますね、うん、そこまでさせるだけのものですよねということで。そうですね、はい、ですね、でですね、今回ですね、ここからですね1曲聴いてみたいと思います。はい、はい、ではですね、桑谷さんの方から曲紹介の方お願いいたします。はい、ニコニコ動画からデビューしたドリコさんの楽曲で夕日坂。See you.
ーズラジオ夏子の瀬。続いてはこのコーナー、真剣遊び場。実にですね、馬のかぶり物以来になりますですね、真剣遊び場のコーナーがやってまいりました。はい、はい、ですね、大人は真剣に、世の中の面白グッズを使って遊ぶコーナーですということで、本当に久しぶりですねこのコーナー。4月の、ね、馬の馬馬って踊った以来ですね、12回目にして。そうなんですね、やっと2回目、やっと2回目みたいな、うん、だいたいさ12回ってさ、うん、だよかさ、はい、もうさアニメだったらさもう最終回ですかこれ、うん、そうワンクール終わっちゃう、終わっちゃうクライマックスですよね。そう、クライマックスでようやく2回目みたいな。今日はね、そのゲストさんがいないんで、うん、この真剣遊び場もそうですし、うん、他のコーナーもちょいちょいやろうかなと、ちょいちょいちょっと厚めにやっていこうかなって感じですね。やってなかったコーナーをとにかくやろうと、とにかくぶっちゃけ消化しようかなみたいな、はいはいはい、そんな感じでですね、今回はですね、うん、6月12日に発売されたゲーム、はい、メタルギアソリッド4に、合わせて発売されたっぽい、潜入パックですということで、はい、これ公式のものじゃないんでしょ。はい、メタルギアソリッドとはどこにも書いてないんですけども、書いてないんだよね。だからこのメタルギアソリッド4に合わせて遊びとシティ でゲームシティで売られたオリジナル商品なんですよ、はい、でも完全にこのお店のポップがですね、うん、メタルギアソリッドって言ってるじゃんっていう、まあ、あれ便乗だよね便乗商法なんですけども、うん、まあまあメタルゲームちょっともね宣伝になりますしね、うん、はいはい、コナミさんもそこは怒るところじゃないと思います。はい、コナミコナミさんはむしろありがとうみたいな擁護いやこれで遊びとしてが訴えられても面白くないなと思って、なるほどね、そうですよね、僕らのせいじゃないということで、はい、はい、すいません。そんな感じでですね、うん、ミリメッシュと自爆ボタン入っているという、はい、潜入パック、実際に試してみようということです、うん、はい、桑谷さんはミリメシは食べたことがありますか。うん、ないっていうか、ね、ミリメシっていう言葉も初めて今日聞いた、うん、これなら私ね、うん、馬は嫌だったけど、はい、前回の、うん、これなら試せるあ、確かに食べ物ですね。じゃあ実際なんか美味しそうな感じするんでエビピラフとかはあります。じゃあ開けてみたいと思います。いきます。デレンテッテッテレーカー。これ何味、エビピラフだ。あ、エビピラフ。こっちはチキンライスですね。でもご飯ものですね。じゃあ僕はあとですね、マグロの味付けというのは含めて、とりあえずじゃあこれお皿に入れていいですか。お皿に開けるのか。あ、でもこれちょっと匂い嗅いでいい。あ、美味しい感じ。ていうかエビピラフの匂いがしないんだけど。え、何の匂いですか。え、これなんだろうな、何の匂いだろう。チキンライス。もう自分不器用なんで、なんかこの、ね、猫飯というか、なんか猫まんま的なことになってますよ。すごいことになってんだけど私今。俺もこれでもあれだね、はい、これ多分さ賞味期限とかってすごい持つんだよね。缶詰は真空なので、だよね、結構多分すごい持つよね。年単位ですよねこういうの。これさ、じゃあさ非常食っていうかさ、そのなんか災害起きた時とか用にさ置いといてもいいんじゃない。まさにそれですよね、これの使い道というか、ね、うん、乾パンとか、うん、ね、そうそうそう、もうそうだけど、こういうご飯系のものがあると役に立ちそうだよね。確かに。だからこれ本当だ、超いい匂い。それ何それ。これはマグロの味付けですね。おお、フライングしてディレクター食って、ディレクターが先に食うってどういうことだよ。おい、パーソナリティそっちのけるみたいな、ね、じゃあ3つのせでも分かる、はい、ちょっとこういう感じになってます。3色で、はい、今ちょっと乗せてみました。ダーン、これ美味しそう。一応おかずとご飯になってるんです ね、 これいいね、いいですね、うん。でもさ、私思うんだけど、うん、このご飯の缶詰あんまり見ないけど、はい、今さほらディレクターさんが食べたさ、このなんていうの、マグロのやつってさ、うん、これもあるよね普通にお弁当の。そうですね、うん、普通になんかシーチキン系というか、ね、ね、あるよね、ありますよね、はい、じゃあちょっと食べてみますか。そうですね、じゃあちょっと食べてみますね。まず私じゃ あエビピラフから、はい、食べてみます。これ一緒に食べた方がいいのかな。僕もいただきます。どうでしょうエビピラフは。あのね、はい、うん、え、ちょっと僕も食べますね。っていうかあのほらさっきさ私エビピラフの匂いがしないって言ったでしょ、うん、意味わかるよね。わかる、エビピラフの味しないでしょ。でしょ、エビピラフじゃないと思うんだよね、うん、これは、ま、ご飯の出来はともかく 味があんまりエビピラフっぽくないんですよ、うん、エビピラフ、なんだろうなこれ。おこわ、うーん、なんかじゃあちょっともう一つ、これはこのさオレンジ色のはなんていうご飯。オレンジはチキンライスです。あ、じゃあいただきます。チキンライスの方が味は確実にチキンライスのような気がする、うん、ね、違うよね、エビピラフじゃないよねこれ。ほら今ディレクターさんも食べたんですけど違うって言ってる。エビピラフの方はね、このマグロと一緒に食べると美味しい。あ、台本の上にマグロが。私ねさっきからご飯は落とすわ、マグロは落とすわね、すごいことをやっちゃってるんですけど、
あらら、もったいない。マグロ食べました？うん、マグロこれから食べようと思ったら落としちゃったじゃあちょっと食べます。いただきます。うん、おいしい。あ、本当ですか？うん、僕もいただきます。あ、超おいしい。これおいしい。これね、マグロ、マグロ一番おいしいね、うん、とあえて順位をつけんなら1位はマグロで、うん、2位はチキンライスで、3位がエビピラフ。エビピラフはあの、ね、美味しくないとか美味しいとかじゃなくて、うん、単純にエビピラフが あんまり 味がしない、うん、味が表現されてないからっていう意味でね、うん、全然これありですよ、うん、ありですね。非常食として考えたら、だってあれでしょ、あのほら火とか使えないからってことなんだよね、うん、火とか使わずに食べれるものだもんね。まさに本当にそのまま美味しく食べられる感じ、うん、これ乾パンとかよりは あの先頭に耐えれそう。そうそう、全然ありですよね、うんうん、なんとなく。そう、え、まあそれよりも全然乾パンよりも美味しく食べられる感じなんですけど、ねえねえねえ、これさ、違う商品で水で加熱して食べるハンバーグとかも売ってた、はい、ハンバーグも、うん、でもさ、うん、水で加熱して食べる時点でさ、うん、ちょっとマイナスだよね。水なかったらどうするんだって話じゃん。ああ、先入地で、うんうん、あ、ね、やっぱ水筒持参ということなんだと思うんですけど。でもさ、水筒の水もさ、飲み水として必要じゃん。あ、確かに重たいしね、水筒は、うん、そうそうそう、っていうか水は重たいからね。だからそういう意味では缶詰を開けてあげて食べれるっていう意味では優秀だよね、うん、こっちの方が優秀かもしれないですね、うん、食べてすげえ上から、ね、放送作家食べまくりです。いやでもね、本当にあの美味しいです。確かにこれは普通に美味しい感じなので、はい、うん、皆さんもぜひぜひあの、ね、さ、防災グッズの中に入れといたらいいんじゃない。確かに、私入れたいんだけどこれ普通に買いたいみたいな感じ、ねねね、ところでさ、このボタンもそうよ。あ、そうですねこれなんだっけ、ですね、ついてくるのがこの、うん、いわゆる非常食プラス、うん、自爆ボタン、うん、何を自爆するんだか全然意味わかんないですけど、いい、これ押してみて。桑谷さん、そういうの押すの好きそうですね、なんか大好き。もうなんか押すなよとか言われてるのあると、あ、押しちゃうみたいな。いくよ、じゃあ押すよ、はい、いい、いい、せーの、せ、なんだこりゃあれれれれ、これさ、これさ、このボタンがこういうものだってみんな知ってた、うん、まあメインはね、うん、食料ですから。そうですね、はいはい。ちなみにですね、あの、うん、缶詰は単品で1個350円ぐらい。あ、そうなんだ、はい、安くない？安いですよね、これセット価格で、2260円ということで、3つと自爆ボタンセットで2260円でしょ。私ね、ボタンいらないからもうちょっと安くしてほしい。缶詰だけだと普通に1000円ちょっとで買えると、うん、この3つが。そういうことだよね、うん、で自爆ボタンが1000円ちょっとするってことですね。ボタンいらないじゃん。ボタン1200円、これ1200円って高くない？おかしいよ、おかしいですよね。これもう一回押すと違うパターンってことはないんですか、これは、もしかして。ねえねえ、私ね、うん、多分この放送のせいで、うん、あのね、ボタン入り売れなくなると思う。これ散々気になしてるから、売り上げ妨害しますから、これてかセット価格、あのセットものは売れずに、この単品で売れるかもしれないですね。美味しい美味しい言ってるんで、まあね、うんうん、私でも単品で買ってエビピラフ外そうかな。あ、そう、その分マグロの味付けを買うか。そうそう、マグロをもうちょっと入れたい。もうちょっと具多めにって感じで、うんうん、なるほどね。確かに、まあ、そう、3種類で買う必要ないわけで、なんかね、まあいろんな買い方ができますから ね、皆さんぜひぜひ買ってみてください。買ってみてください、はい、ネタ的には非常に面白かったです、うん、はい、はい、ということで今回の真剣遊び場は、潜入パックをピックアップいたしました、引き続きリスナーさんから買うほどでもないけれど面白そうなグッズの情報をお待ちしております。カーズラジオ夏子のせ、今度はこのコーナーです。ニコニコルーム。あ、そういう読み方だったんですよこれ。というわけでですね、12回目でですね、はい、初めてこのコーナーすることになったんですけども、私も初めて言ったよこれ。コーナータイトル幻のコーナーとかしましたけどね、はい、ようやくなんですけども、うん、そんな感じでですね、あのニコニコ動画に投稿されている作品の中からですね、はい、リスナーさんが教えてくれた面白動画を紹介するコーナーです、はい、ということで、はい、今回ですね、あのニュースの方でもですね、うん、ニコニコ動画から CD デビューしたドリコさんの話がありましたけども、はい、ですね、かなりこの企業さんもといいますか、うん、あの割と注目しているコンテンツとして、あのニコニコ動画というのがあるんですけども、うん、今回ですね、あの最初にまず紹介する動画なんですけども、はい、作ってみたシリーズです、うん、はい、この動画はですね、初音ミクをミクされたとある工場経営者の方が、工場の機材を使って初音ミクグッズを作るという動画です、うん、はい、初めて投稿したのがあの2007年、去年の10月28日ということで、現在ではですね、作品数が11作品、投稿されています。すごいね、すごい気合いの入ってるこの社長さん、まあ、経営者の方なんですけども、うん、じゃあですね、実際見てみたいと思うんですけども、うん、とりあえず第1弾を、ですね、桑谷さんと一緒に
に見てみたいと思います。はいはい、音楽付きで、はい。これ動画見ながらどんどん感想言ってってもよろしいんですか。すごいね。すごいですね。これあれなんでしょ。はい、いいのかな言って社長さんなんでしょ。すごいね社長さん何やってんのっていう感じで社長さんが自分の工場の機材でですねこれ完全に業務用の機材なんですけどこれが、うん、そうですよね、 そうですよね、うん、でも基本的にはあの家庭用のインクジェットプリンターと同じですってありますけども、うんまあ、大きさの規模が違うとまあそれそうですよねだってこれど、うん、かなり大きいもんねそうですねこの あとインクがやっぱり陽性ってことで、うん、やっぱり水性ではないんですねその辺も家庭用ではできないまあそうですね水性って弾いちゃうもんねでだってシールに水性なんかやったら貼っちゃったらねうーんで着々とこの初音ミクがですねどんどん印刷されてますねそうですね今されてますね超画質超おまさすが業者っていうか早いねやっぱ、ね、業者のね、うん、なんかこう業務用使ってるだけあって、うん、あでも多分これ4倍回しかなんかしてるはずなんですよ確かそうなんだ、うん、もっと時間かかるんだ本当はそうですねなるほどねでラミネートフィルムいわゆる保護用の、うん、シールを貼りますと透明のフィルム、うん、そうです ねこれパウチッコ的なやつですかねわかんないですけどねうん透明のフィルムを貼るということですがこれがいちいち全て出てくるのが機材が完全に業務用の プロすぎるまあそれそうですよねていうかプロだよねプロですね、まあ、プロすぎるというかプロなんですよねあと板車って言ってこの板車の車が会社の車になってるのが笑ったんですけど、うん、板車と板車をかけてるっていう、うんうん、今コメント出てるんですよねそうそうコメントがどんどん流れてるあ本当だ痛い会社痛い会社板車なるほどねいやでもこういうシャレ心の分かる社長さんはいいですねって感じでこれさこの社長さんはさ、うん、あのこの初音ミクのファンってことなのかなファンとか普通にニコ中だと思うんですよあニコニコ動画が好きで好きで初音ミクが人気があるのも知ってて燃えてしまったんでしょうかじゃあちょっと作ってみようかなみたいな感じの方なんだノリ的にはすごいねすごいですよねまあでも理解のある社長さんだよねそうですね、うん割といいお年をされてる方なんですけども、うん、この方がちゃんとインターネットでこのニコニコとか見られているという点にも非常に注目したいですよねそうですよね、うん、だってその年代の方はあんまりね、うん、ネットはやっぱり若い方が中心というイメージ、うん、特にニコニコ動画なんて、うん、10代が非常に多いって話聞くんですけども、うんうん、あシールできましたよシールを、白い部分を今剥がしてですね剥がしてるねすごいねニコニコ会社見学まさに社会見学かまさにそうですね昔のあの NHK の働くおじさん的なはい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 、うん、そうでどうやってできるのかってやつでしょこれの商品はって商品がっていうっていう感じで非常にこれ見てるだけでも飽きない感じですよ ね、すごいですね素晴らしいはい、はい、今出てきてこれは何をやってんだろうなこれはなんだろうねでもラミネート終わってるんですけどねさっき白いのもなんだろう看板屋さんかおあもう貼ってますねで今ちょっと貼ってますねいわゆるあの車のボンネットに今死体を貼ってるんですけども、うん、すごいなこの辺の、今細かく今社長さんがやってらっしゃるのはやっぱ業者のプロの動きですよね、うん、そうだよねプロだしすごいよねこれなんか本当手つきがプロだよね完全な手つきプロですうわ綺麗なこれさこうやってこんなに綺麗に貼れるものじゃないの本当はもうちょっと失敗したりするのかな一般の人がやったら一般の人素人がやったらそうかもしれないんですけども、うん、あの板車グラフィックスの紹介しましたよね、うん、ああいうのは全部プロの業者さんがやられてるんですよそうなんだ、うん、じゃあ自分であの大きいシールをやっぱり貼ってるわけじゃないんだよね、うん、そうですねだって空気入っちゃうもん ね, あんな大きいシール ねあの PSP とかでもあの透明のフィルム貼るのあるじゃないですかそうだよあれだったと失敗してるのにさ俺もあれ一回も成功したことなくてそうね私なんかシール貼る才能ないなって思いながらさでも車にねこのあ剥がしてるあー剥がしちゃったもったいないねえねえこれさ剥がすとき私呼んでほしいんだよねベリベリ かさぶたとか剥がすの好きなタイプそうだしだしもしかして私めちゃめちゃ剥がすもんそしてまだ治りきてなくて違うあーみたいなそうそう違うまたあと1週間待たなきゃみたいなねはいはい終わりましたけどそんな感じで1つ目の動画が終わりましたということで作ってみたシリーズということでです ね、うん、ね非常にこの社長さんの無駄に気合いの入ったはいはいはい工場工程ありましたけども、うん、早速第2弾いきますか、うん、はいこれも一応作ってみたシリーズなのこれもこれはいや演じてみたシリーズですよねこれは演じてみたシリーズってやつなのそうですねあのさこれさあれこれどっかで見たことがあるようなっていうか見たことあるけど似て非なるものだよねあなんかいやでも割とこのいわゆる森林1って感じですかねこれは猛反的にはいやいやこれさ森林ってのただの公園だよ絶対公園じゃないようっさこれはモンスターハンターのもうアイルたちがほらもういるようじゃないですか
あーそっか、はい、旧密林で、ね、シリーズの1ですね、いわゆるあーでもなんかドドンゴでしたっけ、なんかいましたよね。えでもさ、こんなしょぼい装備だったっけ。しょぼい装備、あなんとなく打たれ弱い、なんでこれ一発さ食らったら死ぬよ。絶対ほとんど装備はないなきにしとしい的な。ねえねえ、なんか探してるなんかキノコですよ、これは。場所的にはあこれはですね、6月の16日最近アップされたばっかりのリアルモンスターハンターの動画を見ていただきます。ねえねえ、ちょっと待って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 、敵が出現しました。このモンスター何なんですかこれ。これわかんない。ヤンクック、これヤンクックだ。おお、リアルリアンクック出てきましたね。ちょっと大きさがん子供かな。あ怒った。あなるほど、あ怒らせて俺が。リュウキチ全部逃げんなよ、戦えよ。いや攻略としては正当、割と。え嘘、そう、進路上に逃げてるあたりがちょっと初心者ですね、まだね。へばってる、へばってる、あスタミナ不足、スタミナ不足ですね。何、あ焦げた。あなんか飲んだ飲んだ、ね、回復薬飲んだ、飲ました、ね、すごい、ね、あすごい怒った、すごい怒った。でも攻撃の力が違う。いや抱きすぎた。ね、てかこれさ、なんか柔道の技をかけてるようにしか見えないんでしょ。内股掛けみたいな。そんなありえないよ、お前。あ死んじゃったんじゃないのこれ。やられちゃったかな、これは。やられちゃったじゃん。ヤンクック勝ったというか負けましたね。てかいやチャリンコ乗ってます。チャリンコ乗って退場。え終わりこれ。終わりこれ超面白いんだけど。ねでもさ、私たちさ、はい、今さすっごい様に盛り上がってたけど、これ多分ね聞いてる人もモンハンやってる人は何のことだか。そうか、あやっぱモンハンを知ってると2倍以上面白いですね。いやこ これ、ね、2倍どころか10倍ぐらい楽しいよ。てか、まあ、知ってる人前提かもしれませんね、これね。そうだ ね、これがですね16日にアップされたばかり の、うん、最新ホヤホヤの動画なんで、うん、ぜひとも続編でですね、うん、ティガレックスあたりを出していただきたいなと。ティガレックスでやったって絶対抱きつきだよ、これ。抱きつき、最終的に最終的には抱きつきでしょ、これ。忍者がやってる限りはもう大体攻撃ですよ。そうそう、うん、モンハンだけじゃなくていろんなねメタルギアも出たばっかりですし、うん、なんかいろんなゲームでちょっとこういうなりきりシリーズっていうのは非常に流行ってほしいなって感じで、うん、僕らこうやって盛り上がったんでね、はい、はい、面白かったです。じゃあ3つ目、はい、素晴らしき迷惑メール、はい、うん、それでは流してください。はい、これはですね、いわゆる迷惑メールってあるじゃないですか、はい、ありますね、その中で、うん、まあ、文章がやたら凝ってる、はい、面白いものを、うん、いわゆる一つに集めて一つの動画に集めて紹介している、うん、動画なんですけども、うんうんうん、それの面白い部分を見ていただいてます。これが全部いわゆる迷惑メールとして送られてきた文章なんですけども、うん、いわゆるお母さんから一人暮らしの息子に送られてきた、ねえねえねえ、これさ、うん、ちょっと関西弁チックじゃん、うん、いいなとか、うん、さ東京のさ一人送ってきたらどうなんだろうね。もうすでにお母さんじゃないじゃん、すでに。もう大阪限定、大阪とか関西限定なのかなこれ。てか確かに迷惑だよね、うん、長いよね。長いし、お母さんこの紐になれって息子にメール送ってるってシチュエーションが意味わかんない。話終わんないしね、これ。お母さん頑張るな。お母さんがなんか女8人ぐらい囲えようとか言ってるんですよ、とうとうと。マジでバカすぎるんですけど。今日だから紐になれよ。これちなみに騙された人はいるの？いやでもまあ結果は出ませんけど、クリックする人は。クリックさ、ところどころここにクリックしようって出てくるじゃん。なんかさ、母ちゃんって思ってさ、なんかクリックする人っていないのかな。疑うことを知らない人が。知らない人が。川谷さん、実はですね、はい、非常にこれね見て笑ってる場合じゃないんですと。なんで？僕らですね、このカーズラジオをですね、うん、12回目までやってますけども、はいはい、番組に届くメールがですね、うん、こんなのばっかりです。あ、そうなの？はい、そうなんだ。はい、やっぱり全然メールを読まないとこういうことになるんだなということですね。涙ながらにですね、まあ別にいいんじゃない、メール読む暇もないし。ゲストさんが来るとね、でもこういう時に困ってるんですよ。いやだから本当になんか聞きたいこととか言いたいことがある人は、うん、まあやってれば来るかもしれないし。確かにそうですね。さだってぶっちゃけ困ってないじゃん、メールなくてもそんなに、うん、むしろね。、うん、だってそのやる暇ない、だってさ、ね、今日だって実はコーナー1個削ってるぐらいなんだからさ、そのメール読んでる暇ねっつのみたいなのが。あ、ゲスト来ないとしてもやっぱやる暇ねみたいな。そうそう、やる暇ないから。別に私はなんかなんだ困ってないんだけど、困ることなのこれ。困るのは。あ、そうですよ、ね、そっか、ちゃんと欲しいんだって。じゃあメール見なください。メール待ってますって感じなんですけど、うん、まあうちが最初はですね、第1回目2回目あたりは友達が送ってきていただいたなんですけども、うんうん、本当に読まれないんで友達すら送ってくれなくなりました。だってさ、そうだよ。でもそうだよね、だってさ、うん、送ったって
って読まれないとみんな思ってるから、うん、コーナーないからね。実際読まないし読まないし、いや読みたいと思ってるんです僕らは。どっちが先かってことだよね。メールがないから読まないのか、はい、読まないからメールがないのかとか、鶏と卵的な。そう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 なの。パラドックスで。そうなの、はい、じゃああのほらカズさん頼まなきゃ。そうですね、うん、あのさっきのルイズとツンデレ風に言えばいいんですかねこれ。別にメール欲しくてやってきてないんだよ。そう、桑谷さん、いやだからさっきも言ったけど、ね、さっきも言ったけど、うん、私別に困ってないのねあんまり。でも寂しいの。あ、そうなんだ。うん、やっぱり相手にされてないみたいじゃない。あ、じゃあカズさんほら、そうですね、ちゃんと頼んでください。別にメール欲しくてやってるんじゃないんだからね。こんな感じでいいですか。はい、そんな感じでですね、今回3つ動画を紹介いたしました。このページにリンクを貼ってありますので、あのぜひとも皆さん見てください。あ、番組を全部聞き終わったのにクリックしてねってことで、引き続き、おすすめの動画をお待ちしております。以上ニコニコルームでした。カーズラジオ夏子のせ、カーズラジオ夏子のせ、そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーさんが寄せてくれるコメントの他に直接メールも募集しております。はい、コーナーは以下の通り、番組への感想、気になるニュースはふつおた、皆さんが今ハマっている動画はニコニコルーム、番組で扱ってもらいたい商品は真剣遊び場、取り上げてほしいオリジナルキャラクターはこんな子だったらいいのにな、リスナーさんが考えてくれたプロフをつけてくれても OK です。アドレスはすべてアルファベットの小文字で kaarz@nicoanich.jp kaarzu@nicoanich.jp です。はい、ということで12回目にして住民もり目にしてですね、うん、ついに全部のコーナーやりました。やっと消化できた ね。特にニコニコルームこれ本当読んでてやるのかなっていうか、うん、やらないと思ってました僕ぶっちゃけ。これさ、だからさ、うん、ニコニコルームの場合は、うん、私たちがまあこうやって大盛り上がりしてるサイトを、はい、ぜひ番組が終わった後絶対見てほしいよね、うん、そうですね、うん、これは本当に一緒には見れないと思うんで。一緒には見れない？ああ、まあ、そうですね、そっかそっか、ウィンドウ2つ開いて、うん、僕らが盛り上がってるのと一緒に見る感じですかね。あ、それいいね、楽しいね、うん、やっぱり、はいはい、ニコニコのコメントもやっぱり皆さんで一緒にこの見てるっていう盛り上がり、うん、集まって一緒の動画を見てるという盛り上がりの一つとしてやっぱりコメントがつけられる感じなので、まさになんかそれを体現した感じで、うん、今回もですね僕らと一緒にですね面白い動画を見ていただきたいと思います。今回さ、でもさ、コーナーをやったことによって、うん、はい、コーナーがどういうものかも分かってもらえたから、今後はなんかそれこそ本当にあの何ニコニコルームとかも、そうですね、うん、あと遊び場、うん、今回はねご飯食べてあれしてましたけど、うん、こういうのがあるっていうのが、うんうん、メールで、そうメールとかで教えていただければ、うん、そうですね、多分ねみんなの方が、これ前も言ったと思うけど、はい、みんなの方がねよく知ってると思うんだよね。まあ詳しいですよね、うん、皆さんの方がね、うん、そう、僕らほんの一部しかやっぱりね、うん、フォローできないんで、うん、そのあたり本当面白いものがあればどんどん紹介していきますと、うん、そう、紹介していただければね、そちらの方を、はい、番組の中で私たちが、ね、本当に広告メールはもういらないですお願いします。心のこもったメールが欲しい。全然知らない。私実は桑谷さんには特にですね伝えてなかったんですが、うんうん、本当広告メールばっかりなんですよ。あ、そうなんだ、はい、まあでも確かにさ、うん、普通だちょうだいにってあんまりさ言ったことなかったね。うん、最後におざなりで言ってる、うん、適当にだってさやる暇なかったじゃん。なかったですね、本当に。ぶっちゃけゲストさんコーナーも、うん、30分ぐらい喋ってるのをカットしてるんですよね、うん、面白い話をね。結構カットしてるのかな、わかんないけど。この前にしげさんとかもね、うん、非常に盛り上がったんですけども、うん、やっぱりね短く圧縮しないと流せないぐらいにキツキツなんで、うん、本当にね時間枠拡大とかね、はい、本当にやってほしいんですけども、はいはい、そんな感じですね。来週はゲストさんがいらっしゃいます。そうなんかでね、はい、でも結局はゲストだったっつう話結局はもうゲストあってのみたいな感じなんですけど、はいはいはい、ですね、武士ロードの北に社長に来ていただきます、はい、ですね、カードゲームや、カードゲーム業界について、ディープに迫っていきたいと思います、はい、ということでお相手はカーズと桑谷夏子でした。また来週。